届けたいのは安心、鮮度長持ち。ダイエーが新たな包装を採用しました。その名も真空スキンパック包装。こちらの大きな特徴、それは鮮度が長持ちすること。一体なぜ鮮度を長持ちさせることができるのでしょうか。その理由が、空気が触れないようぴったりとパックしているから。潰さずにパックすることでお肉などから出るドリップが抑えられ、鮮度を保つことができるというわけなのです。長持ちすることは食品ロスの削減にもつながります。さらに二酸化炭素の排出量削減にも貢献。とここでクイズ。牛肉を真空スキンパック包装した場合、一般的な包装と比べて消費期限が延びるそうです。さて何日延びると思いますか。正解は最長10日間。消費期限が延びるとまとめ買いもしやすくなりますよね。でも真空スキンパック包装されている牛肉、いつも見る美味しそうなお肉の色とちょっと違うような。いえいえ、開封すればほら見慣れた色に戻るんです。これは新鮮なお肉の酸化を防ぎ鮮度が保たれている証。牛肉の熟成が進み、美味しさの指標遊離アミノ酸が増えることも分かっています。パックが行われているのは国際的な食の安全基準 SQF を取得した工場。徹底した品質管理のもと加工されたお肉をパックしています。安全、安心、美味しさ、環境にこだわった真空スキンパック包装されたお肉をぜひご家庭の食卓で味わってみてください。